ペドロ・パブロ・ダルトネル・エンシーナは、チリの軍人、チリ陸軍総監などを歴任し、チリ空軍の前身である、チリ陸軍航空隊の創設に携わった。また、1925年クーデター後の軍事政権において、大統領代行を務めた。最終階級は中将。1873年12月24日、ダルトネルは、リナーレスにて、 チチロベルト・ダルトネル・ロゼールと、母カルメン・エンシーナ・ナイ・バニエスの間に生を受けた。チリ大学では、技術者としての専門教育を受け、その後チリ陸軍公兵会と進む。1885年から1891年まで、主幹候補生として、軍事大学に在籍。1891年1月15日、下級中尉に任官する。 1891年の内戦には、公兵隊の一員として、議会軍側で戦い、内戦終結までに大尉に昇進している。終戦後は、チリ大学に戻り、土木工学について学んだ。チリ陸軍の大改革が始まると彼は、近代陸軍の調査を行うべく、ヨーロッパへと派遣され、1897年から1899年にかけて、ベルギー、ドイツ帝国、 スペインなどに駐在した。1900年1月、彼は少佐に昇進し、間もなく公平中佐となる。1905年、樽川の港要塞の設計を補助するべく海軍に出港する。1910年、再びヨーロッパに渡り、パリの戦争学校に留学して1912年まで学んだ。在仏中は、フランス軍航空隊に強い関心を持ち、 帰国後に彼が提出した報告書は1913年に地理陸軍航空隊が設立されるきっかけの一つとなった。1914年大佐に昇進したダルトネルは通信及び航空総監となる。1919年航空隊の長官に就任するとともに少々への昇進を果たす。1920年から1924年にかけて第二 第3、第4師団の師団長を務め、1924年11月28日に陸軍総監に就任した。1925年1月23日、9月クーデター政権の青年将校団により行政権を委任されたが、ダルトネルは個人で全権を握ることを拒否して、これを辞退した。 その後1月27日になってから新しい1月クーデター政権への参加を宣言し、評議会代表として大統領代行に就任したのである。この頃には中将に昇進を果たしていた。1月クーデター政権はアルトゥーロ・アレッサンドリ・パルマ大統領の権限が復帰する3月20日まで継続した。1926年1月24日、保守党政治家、 リカルドマッテ・ペレスの娘マリア・ホセフィーナ、ローザマッテ・アムナテグイと結婚し、後に4人の子供を設けた。1926年6月15日、陸軍を退役する。1930年、タールカ・リナレース、マウレ地区の地区議員に選出され、1932年6月4日に、チリ社会主義共和国によって議会が解散されるまで、その座を保った。 1944年、サンティアゴにて70歳で死去した。ありがとうございます。